皆さんこんにちは。パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村仁志です。パチンコって本当にですね、座って打ち出すまで一体何が起きるかわからないっていうのありませんか？もうこれが本当にですね、こんなに飽き性の本当にコロ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 趣味が変わっている、ドンキホーテがですね、30年間もこうやってパチンコ一筋やってこれてたのは、やっぱりこういうハプニング性にあると思うんですよね。今日本当にですね、予想もしなかったことがまた起きました。これ僕のスイチポロイチはそんなにもう珍しいことではなくなったっていうか、世間一般の方ももうお分かりになったと思うんですが、基本的にですね、本当にスイチ座って数回転本当にドキドキしながら打ってるんで飽きないんですよ。基本的にダラダラずっと打ってると、パチンコ台はつまんないときはつまんないですから、それをずっと耐え忍ぶっていうのをまた、パチンコの美学として楽しんでらっしゃる方はいらっしゃるんでしょうが、僕はもうそういう退屈なパチンコは耐えられないんですぐやめちゃうんで、本当に、1台に数千円使えばもう十分、本当に500円でもやめられるっていうところがあるんですが、これ実はですね、最近カスタマイズなんかをするとですね、もう何か起きるっていうときにもそれがイコール大当たりにほぼ近いんじゃないかっていうようなカスタマイズ多いんですね。まあそういう中でそこそこですね、信頼度も高くてカスタマイズして、まあそれでも、ギリ熱いなぐらいのやつも若干あるのがですね、強楽のカスタマイズなんですね。本当にウルトラマンティガーを打っててですね、また一段と細かい、カスタマイズがあるんですが、そのノリで、他がなかなか開かないんで、ちょっと空いてるかな、2、3台歩けるなっていう感じで、9台近く入ってる、ガンツの島に行くとですね、まあ本当にですね、カスタマイズして先読み入れない限りはなかなか、保留が変わっても何しろそんなに当たらないなっていう印象があるんですが、今日打ち出したら画面がいきなりですね、大チャンス発生中になりました。ちょっともう懐かしい感じがしませんか？ガンツが登場した頃にですね、この大チャンス発生中は物議を醸しました。本当にわけがわからないっていう方も多かったし、まあ本当にその大チャンスって割に、出玉に繋がらないって方もいたみたいなんですが、実は、今日の大チャンス発生中、これ前の人がどういう状況だったのかよくわからないんですが、とりあえずこれまだ朝一台なんですね。本当にガンツ本当に当落の45の倍数を狙いながら僕は、お数一カニ歩きを目指しているわけですが、本当に90回転ぐらいでやめてる台なんで、ちょっと打ってみたらなんとですね、いきなり画面が大チャンス発生中になって、カウントダウンの秒数が出てます。これノーカットでですね、撮影してますんで、ぜひスマホサイト谷村仁志パチンコランドの方に、登録なさってぜひご覧になってください。これ大チャンス発生中はですね、要は右打ちの電柱保留で当たった大当たりが、まあ本当にですね、ずっと右打ちをしてたら当然大当たりするチャンスは高いから、まあ打つっていうか、それを、防ぐためにこの右側の抽選めちゃくちゃ時間かかるようになってるんですよね。だからもう前の方が当たりもしないのに右打ちしたのかななんて思っちゃうぐらい、それともひょっとすると、まあだいたい抽選に10分以上かかっちゃうっていう、多分実践中に経験された方多いと思うんですよ。僕も初代のガンツ、2代目ガンツ、そして今回、3代目のガンツでは初めての大チャンス発生中だったんですが、これがですね、見事にですね、ガンツ、なんと1万発吐き出したんですね。もう完全にノーカットで撮ってますね。僕はその92回転で当たった瞬間も含めて、全て見れますんで、ぜひご覧になってください。ガンツはこういうハプニングもあるから、僕なかなかですねやめられないんですよね。ガンツ3は本当に300発か3万発かっていうので、僕もですね本当に2万何千発あと本当に遅い1万5000発ぐらいを何回もやって、まあこの一撃性とギャンブル性に関しては今ある台の中でもちょっと、5本の指に入るんじゃないかっていうようなですね、ギャンブル台だと思うんですよね。そういう意味で好きな方は本当にまだ、ガンツ打ってらっしゃるんで、
たまたま今日本当にですね、ウルトラマン2が打った後だからちょっと、ガンツに気がいったってのもあって、新ホギア座れなかったんで、ガンツを打ったらこれですよ。まあ新ホギアもですね、なかなか開かないし、相手も、それが爆発剤とは限らないんで、散在してる方も多いと思うんですが、新ホギア打ってて分かると思うんですが、これ通常時本当につまんないリーチ多いと思うんですが、これはもう消化を早くして、スピードアップのための、つまんないリーチをあっけなくして、要するにレバブル待ちだったりとか、そういうノリ、先読みとレバブルの、厚さをですね、期待するっていう台になってるのは今のパチンコの傾向ですね。ぜひですね、谷村仁志パチンコランドの方に登録なさって、僕の実践データとそれからこのお推し動画をですね、全て過去から、公開してますんでご覧になってください。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。